上別川は、北海道上別市を流れ太平洋に注ぐ二級河川。上別川水系の本流である。上流のカルルス温泉や、支流薬山別川沿いの上別温泉があり、北海道屈指の温泉地となっている。かつては、千歳川と呼ばれたことがある。北海道上別市北東部のオロフレ峠南東の谷に源を発し、南に向かって流れる。 源流部のオロフレ峠直下は、粘土質変質岩が露出した崩壊地形となっており、北海道地質百選にも選定されている。上流の途中には、カルルス温泉がある。中流で南南東に流れかえ深い渓谷を刻み、渓谷の終わり近くで支流の薬産別川を合わせる。下流では両岸に平地を作りつつも山の中を流れ、南から東に向きを転じて、 登別市街の南で太平洋に注ぐ。温泉の影響により川口付近までわずかに洋の匂いが漂うことがある。上流ではマスがずれる。アイヌ語で濃い川を表すヌプルペッカ語源とされる。モガミ特内が1790年に表したエゾゾウ氏は登別という川について記している。それによれば川上で帯正しく湧き出る温泉の水が流れ込むため、 おしろいと根性をかきたてたような色に濁っていたという。現在の水色には変わったところはない。温泉街ができたせいかという。温泉水は薬産別側から来る。アイヌがヌプルペット呼んだのは薬産別側との合流点より下流で、それより上流はペケレペットいった。日本語でもかつては合流点より上を千歳川と呼んだ。合流点の直前にある。 千歳水源から取水し、千歳浄水場を経て、室蘭市と上別市に浄水道を引いている。上泉郷、ありがとうございます。